海上自衛隊の複数の隊員が訓練などで潜水作業を行った際に支給される手当を不正に受け取っていた疑いがあることが分かりました。防衛省では訓練などで潜水した場合、潜水手当が支給されることになっていますが、防衛省関係者によりますと、実際には潜水していない隊員が手当を不正に受け取った疑いがあるということです。 日原防衛大臣は事実関係を調査中だとした上で明らかになった事実に基づいて厳しく対処する考えを示しました国民の生命と財産を守るべき自衛隊においてですね、えー、まあ、国民の疑念を招くことはあってはならない判明した事実に基づき厳選、えーまあ、に対処はいたします 海上自衛隊ではこのほかにも特定秘密のずさんな取り扱いなど不祥事や疑惑が相次いでいます。